はい、それではダブルバトル今回やっていきたいと思います。ハリテヤマとヤレユータン、ハリユータンのコンビが今回の主役ですね。どういうコンビかっていうと、まあトリックルームを使いまして根性を起動して采配してぶっ放していくということですね。はい、ちょっと画面スクロールが忙しかったが、シンプルにして結構威力出していけるコンビでして、でヤレユータン自身は精神力で猫魂に強く、でハリテヤマも猫魂を覚えているので妨害役もこなせるんですね。はい、で根性を起動して火力が 1.5 倍になってからぶちかまし、インファイトといった超強力な技を采配、これでハリテヤマを選んでやればもう一回インファイトしてくれるということですね。はい、なので、超火力のコンボとはなるんですが、今までよりは安定感重視ってところもありますかね。はい、ただ今環境イエスさんとグレンアルマのコンビがめちゃめちゃ強いと評価を受けてまして、私もダブルで徐々にランクを上げているので遭遇数が増えております。なので今は火炎玉なんですけど、直機も使ってやってみたいと思います。はい、火炎玉持つとね、威力はものすごく上がるんですけど、やっぱり耐久はさらに落ちるんでね、その分直機であれば曲振りとプラス直機の倍率でかなり厚くなるので、イエスさんのマジカル社員とかに対してはほぼ効かないねと言えるのではないかと。その他のメンツは過去回の寄せ集めとなります。はい、まあ、どっかで見たことのあるやつばっかりだろ。ちなみにこいつは食べ残し食ってます。多分出番ないと思うが、そんな感じでよろしく、対戦よろしくお願いします。お相手のポケモンは、グレンアルマイエスさんと腹太鼓するやつだとか、なんかいろいろいっぱいいっぱいで、もうなんかすごいパーンってなります。よろしくお願いします。ハリーユータン今回はやっていきます。そして闇カラスとトリックルーム込みだからコータス行きますか。もらい火厄介ですけどね、よろしくお願いします。今回は前回までのネタも織り込みつつ、なのでケッキングがいることでスキルスワップとかは多少なり警戒されているかもしれません。でケッキング君はなぜか食べ残しを持っているんですが、特に理由はない。まあバムチ悪いわけではないので、まあ気が向いたら出てもらいますが、今回の作戦にはちょっと合ってないよね。なのでハリユータンのコンボが成立しなかった時に動いてもらうことになるかな。一応100族なんでそこそこやれますし、あとはお相手の先発がどう来るかですね。半分ぐらいの作戦は見たことあるんで知ってるんですけど、その残りが分かんねえな。雪の王、この世ザル、サザンドラか、普通にエースを揃えてきたかという感じもしますが、よろしくお願いします。なんかいきなりバトルがクライマックスに盛り上がってるぞ。よろしく。王道の二人だな、おい。さてシャイコメイク、これなトリックルーム向こうはしてくんのかね。とりあえずハリテヤマに対してエスパー技ぶち込んできそうな気がするし、闇カラスに交代しつつトリックルーム行きましょうか。さあお相手の行動次第だが、猫魂もあるんですけど、残念ながらサイコフィールドに守られていて撃つことができません。こういうところも強えよな、あの組み合わせは。さあどう出る。トリックルームを使うのは両方いけるのか。これ1ターン目から考えること多いんですが、こっちとしてはハリテヤマが抜群取られちまうんで、ここは闇カラスを軽率に出した方が良いでしょう。シャイ読まれたのか。これはワイルドフォース痛えが効かないね。ルーム、さてさて相手の流れを断ち切りたいですね。
イカ様でやれるか？無理だろうな。イカ様アンドゥ挑発だね。こっち行こう。挑発カモン、攻めてこいよグレーンアロマちゃん。これでイエスさんがトリックルームしてきたら面倒くささの極みなんだが、よし退場ご苦労。さて防御が下がったね。土俵際の始まりだぜ。シャイン急所でその程度か。ふっふっふ、木の実がうまいぜ。さあ指示中大歓喜、ここからですよ。ふっ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 ふ、いざどうすきょい。さてさて、効果抜群の技をぶちかましていってもいいんですがね。とりあえず火力担当のお前は潰す。そして采配といくか。手助け、全力火力でぶち抜こうとしてるな。だがしかし、助けー、まだです。防塵ゴーグルだったのか。采配デイもういっちゃー、助けーい。にしてもやっぱ火炎玉欲しくなるな。そう、本来は火炎玉でやる戦術なんですけど、今みたいにね、特殊に囲まれたり範囲で薙ぎ払われることを想定すると、まあ直気で分厚く出た方がいいかなということで控えめなアイテムにしていますが、今回はそれが正解だった気がしますね。イエスさん、ある程度放置できそうですよ。シャジャンドゥーレ、お前をぶちのめすためならやってやるぜ。采配テラスタル超火力でぶちのめす。火炎玉だったらさらに 1.5 倍だったんだが、まあ今回はいいでしょう。なんだかんだ相手特殊多いんで、めちゃくちゃ直気がいい味出してる結果になってますね。どすこい。なんだかんだハリティ山の超火力が連続でお相手を襲う。向こうも切っているか。タイプは格闘をケアするならフェアリーで来るのか。毒めんどくさいですね。ですがその上からぶちのめしたいんだが、お覚悟、イファイツドラップドスカイ。火炎玉だったらさらに 1.5 倍入ってたんだな。でも中途半端だな、こうしてみると。直近の方が良かったんじゃない、本当。ドスコイ大入りだドリアードスセイ。素晴らしい、この圧素晴らしいね。お相手のポケモンを次々と場外へ投げ飛ばしていきますよ。お相手の技選択マジカルシャイン、不一致だから効かねえんだわ。そう、これだけ特防が下がっていても問題にならない。アバマシュノーノーさんか。だがだがだがな、無駄無駄無駄なんだ。この圧倒的ドスコイの前には全てひれ伏すしかない。だけど雪脳の方が遅かったりあるか。サイチ取ってたらありえるか。いやどうだろう、雪脳の S とかいう65だろ。お、守ったか貴様。なったらお前が受けろ、ドスコイ。くっ、これ采配も吸われるか。もう一回この指止まれ使えやじゃ。はい、とにかく止まってほしいイエスさんちゃんだぜ。吹雪痛えなこの野郎。
歪んだ時空が元に戻ってしまった。不思議感も消え去った。さてこの状況はちとまずいな。どうしようもねえか。どうしようもなくはない。一応トリックルームは試みましょうか。それぐらいはしといた方がいいね。やっぱ火炎玉じゃなかったら程よいダメージにはなれど、どっちにしろターン足りてなかった感じしますね。まあ仕方ない、苦手な相手と遭遇しまったんだからな。守るくん、おお、まずは一掃してということでしょうか。だがな、足りねえんだわ。終わったぞこれ。舐めすぎだぜ、やるユータンの耐久を、こいつのメンタルの底力を。では前回に引き続き、そう皆さんもう安心して見ていられますよね。この火力を采配で2発撃てちまうんですね。ゲームセットです。ありがとうございました。耐えたか。やるじゃん。じゃあもう一発受けてもらおうか。そう今度は一人でね。采配、残りカスの体力を消し済みにしてやろうぜ。うかー、猫魂を撃つことができなかったな。やっぱあれだね、流行にはきつい戦術かもしれないが、でもなんとかうまく回して無事勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。まあシャリだよな。シャリ怖えな。ハリテヤマ、ユータン、そしてまあシャリのコンボがある以上闇カラスは絶対に入れておかないとね。そしてコータスでいきましょうか。え、ヘイラッシャーとシャリタツがいるのに炎、あの上からぶち抜けたらかっこよくない？ちなみにあのマスカーニャ多分トリックルームだぞ。うん、なんなら力キリンかもしれませんが、いきなりヘイラッシャー狙ってくるかな。だとすればめんどくせえな。でもそれでもね、この戦術は対応できるんですよ。ちなみにさっきの試合は直近のおかげで勝てたが、今度はどうだろうね。どう見てもトリックルームしに来た感じがすげえんだが、まあそれはこっちもなんだけどさ。つうかテイルアーマーは先制技を封じるのか、厄介ですね。だったらコータス素投げしてやろう。向こうもルーム使ってくんのかなこれ。すげえ読みずれ。お相手の手持ちに闇カラスもいる。追い風の可能性もなくはない。こっちが使おう。読み外したらもうしゃあないな。すごく困る。これはだってこいつら自身が加速して殴ってくるパターンもギリありそうなんですよ。能力値的にはどっちも取れるからな。改めて露骨じゃないトリックルーム使いのめんどくささを知るね。です、ひでりです。トリックフラワー、まともに殴っている。そしてあっちは急所に当たってもこの程度だからね。敗北、ド直球に超火力で来てるな。のどスプ、おそらくトリックルームもあるのでしょう。ですがこっちの手持ちを見てしないことを選んだっぽいですね。なんかそれぞれ単体で攻めてきてる感じするから。というわけでじゃあ熱風ちゃん行こうか。今回はテラスタイプ切らなくていいよ。采配、行くぜ。外したか。これがあるから前回打ちたくなかったんだな。もう一丁頼むぜ。采配、イエーイ。これがポケモン界におけるそう指示の達人。いやー、オッケー。できれば当てて2体とも倒しておきたかったね。でもここでお相手のポケモンが見える。最後の1匹までおそらく特定できるでしょう。メガネ落ちちゃったよ。さあ最後のポケモンお出まし。ダンドゾ、うわシャリ来るわこれ。シャリですわ、これはもうシャリですわ。はい、んならばたらば、一応変な技は打ってほしくないですね。挑発で。マスカーニャが逃げ帰る可能性もあります。来たなシャリコンボ。
ワクワクしますね。グルメな辰斬り、司令塔寿司、全能力ジャップですが、トリックルーム下では災いする。どうあがいても上が取れないじゃないの。そして変な技を打つのはご遠慮願おうか。おい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 、全く当たらないのは困るぜ。あ、辰斬りにも一応そういう判定はあるんだ。鈍感やってくれる。なるほど、鈍感とはね。ってことはあくびとかも一応仕込んではいるのか。さあ攻撃上がってさらに手がつけられなくなっていくか。食べ残しで回復。なるほど、ではでは絶望をあなたにそう簡単にそういうコンボやらせねえんだわ。黒い霧、これでお相手は一通り無力化できますね。その間にイカ様でじわじわと攻めていきましょうか。ほう、テラスタイプ。しかしながら黒い霧は場に出る効果、悪タイプになっても止めることはできない。ドラゴン、とんでもねえ大型ナマズが出てきたもんだぜ。一丁上がりに命かけてんな。板前の心意気、無にしていくぜ。これで火力はそこそこに落ち着きました。一丁上がり、なかなかの火力。イカサーバーを生かしてやるぜ。つうかそれでもなおあいつ強いなあいつなんであんなに暴力的なんだ。こうよし、電磁波行こうか。でなんとかしてあいつを崩さないといけないんでね。向こうは2体分の状態になっているので、この間にゆっくり料理して、でその後マスカーニャも来んだよな。一丁上がり。ですがそれ打つのはいいが、イカ様の火力も上がっていくんだぜ。攻撃が上がる。特権、よし、日差しが元に戻った。ただこれこのままいくとちとまずいか。歪んだ時空が元に戻った。よし、で一応行動的にはユータンが最後になっちまってるのか。これいきます。トリックルームは張らないとこの先にいるシャリとマスカーニャがどうしようもなくなるので、やらざるを得ないんですよね。猫玉スッと。で電磁波が打つべきじゃなかったかもな。動きを止めたかっただけなんだが、でもヘイラッシャーの元の速度を考えるとな。そう、元の速度はハリテヤマより遅いんですよ。どうすればよかったのかがよく分かってない。まあとりあえずルームは張ろう。なに、くぅ、ちょろっと回復されちまったか。よっと、さーてこれここら辺で麻痺で動けなくなってほしいがね。一丁上がり連打、あれ物理だから実は普通にやべえんだよな。麻痺で絶対に上は取る。もともと上だから気にしなくていい。要するに止まってくれなきゃ困るということだな。叩き落とすしかねえな。安定技ってやつです。でイカ様か。そうか、ハリティアまで普通に殴りつつ、いやもうそれだと火力足りなさそう。そう、さっきのターンでインファイトぶち当てて、かつトリックルームの起動っていうのが一番良かったのかもしれない。今更ですけどね。あいつのステータスが暴力的なのがここに来て悪さしとる。あ、つうかそっちに打っちゃダメ、判定あるんだよもうむちゃくちゃだ、もうむちゃくちゃだよ。そうだよ、シャリには一応そこ空洞判定だから。やべえやべえ、
こんなに長くこいつと戦うの初めてだからやっちまってるぜ。せっかく動けなかったのによ、やっちまったぜ。いい火力、これスカシ判定になるよな、やっぱな、なるんですわ、なるんですわ。無念としか言いようがないんだが、どうしようこれやっちまった、やっちまった。スカ殴っちまった。そう、無を殴ってしまったんですよ。無を、負けかな、無を殴って負けかな。一丁上がり、そう、無を殴って負けですわこれ。あれあれ、思ったよりやれユータンが硬いぞ。すげえ、ガバをなんとかしてくれてる。つうかユータンの耐久どうなってんだこれ。そうか、闇カラス相手にだから、そうか、感覚がおかしいのか。そう、闇カラスは耐久ねえじゃん。あいつに対してあの程度ってことは、このヘイラッシャーは別のところに振ってるんだよ。あ、突然ぶん殴るな。なんか非常に戦いながら学んでる感が半端ないんですが、ダブルはこういうところすげえありますね。戦うたびにお相手のコンボが見れて、で少しずつ環境に対応していく感じはすごいします。そこが意外とね、楽しいんですよ。ではなんだかんだうまくいってよかったわ。ユータン硬すぎワロターヌ博士でした。ゲームセット、どい、耐えるわけがねえ、シャビが。オーケー、防御が下がっちまったが、そう、なのでお相手のシャリコンボが合体してるときは気をつけよう。今回はユータンの頑張りでなんとかなったな、ありがとうよ。では最大火力をあの猫ちゃんに受け取ってもらうぜ。いっぱいだ。何体分飛ぶんだろうなこれ。ボッキャー、対戦ありがとうございました。ですがなんだかんだね、このコンビ今回すごい強かったな。あざっす、イエーイ。